こんにちは、ひかりです。以前の動画っていうか前回の動画で iVideo に初めてね ID 登録、はい、新規会員登録っていうのをねしました。今ねまたログインして、次はね会員時の会員登録時がのクーポンがあるらしくて、それをね登録したいと思います。はい、簡単なのかなと思うんだけど、ねこのページを見て、まあ今の料金シミュレーションのとこにいるんだけど、一番下の方を見るとね、右の方にクーポンの引き換えっていうのがあるから押してみたんだよ、さっき。そしたらねクーポン引き換え番号を入力してくださいって書いてあるから、元気なおじいのとこにクーポン A から C まであるんだよね。これをコピペしてみたいと思います。多分合ってると思うんだけど、これを入れればいいんだよね。貼り付けて確定。クーポン券はすでに引けられてますってなってる。あー、いいんか、200円であった、200円だった、うん、オッケーオッケー、びっくりした、うん、オッケーオッケー。もともとのアイビデオポイントは0円、今回引き換えたアイビデオポイントは200円になりました。簡単じゃん、これでいいんだ、オッケー。でもう一回クーポンの引き換えをやって、次はじゃあ B をやってみるね。 B をコピーして、あれ、これ全部100円なんじゃないのかな。ほら、今のは100円だ。で、300円になりました。もともとのアイビデオポイントは200円。今回引き換えたアイビデオポイントは100円。現在のアイビデオポイントが300円。で、また戻る。で、戻る。あ、戻る戻るってダメか。あ、いいんだ。戻る戻るでクーポンの引き換えをもう一回押して。次、C ですね。多分これも100円いってくれると思うんだけどね。コピペするだけでいいんだ。これを貼り付けて。確定。あ、出た。元々のアイビデオポイントは300円、今回引き換えたアイビデオポイントが100円、現在のアイビデオポイントは400円になりました。これっていうのはレンタルとかの時に使えるってことでしょ。お金の代わりになるんですよね。いいじゃん。じゃあアカウントサービス見てみようか。アカウント、じゃあチャージするを押してみようか。そうすれば元々のあれが入ってるんじゃない。あ、違うか。アカウント、うん、引き換え履歴か、うんうん、引き換え券、うん、残高が今ね僕のアカウントの残高は400円になってます。いろいろキャンペーンみたいなのあるんだ。うん、そんな感じで、うん、簡単にいけますね。はい、このさ、どうなの、自分の方のさ、あのリンクにさクーポンを貼りたいときはどうすればいいんだろう。わかんないけど、同じね、おじいのコピペして貼っとけばいいんかな、俺のとこにも。そしたらみんなできんのかな。まあいいか。でそれは別に貼んなくてもいいんか、みんなには。あの、紹介メールアドレスっていうのはあれすればいいんかな。ってことは、俺のメールアドレスっていうのはさ、いつもさ、お仕事の依頼などはこちらへっていうのがあるんだけど、それと同じメールアドレスにしたんだよね。あの、なんだっけ、仕事用のメール専用だから、うん。迷惑メールとか来ても大丈夫なやつだから、それでやったから、うん、だそこにね出てると思うから、多分それを登録してもらえばいいんだけど、まあとりあえずね、こんな感じでクーポンを使うと400円だって。大きいぜ、400円。こんな感じで400円をもらえちゃうの、いいのかなこれで。うん、いいね、なんかスムーズにいったね。うん、はい、よかった。さあ次はね、いよいよね、レンタルの手続きを、ちょっとね、決済の手続き、レンタルの手続きかな、まあ、あのね、ちょっと手続きの方法をね、ちょっとやっていって、はい、解説みたいな形にね、していきたいと思います。はい、ということでね、これからもね、iビデオをね、せっかくね、はい、僕やるということで、やるっていうか、もう取り入れていくことになった、なると思うんでね、うん、ってなるんで、こうやって、うん、ちょっと、でもね、まだ本当何もわかんないんだけど、徐々に徐々に知っていくのを、皆さんと一緒に共有することによって、皆さんもね、よりね、なんか、お得というか、うん、今までが俺払いすぎてたから、お得というか多分ね、これが普通なんだと思うんだけど、普通のね、うん、通信か、うん、無駄遣いしないライフをね、通信においてね、送りましょうということで、この動画がね、良かったなとかね、参考になったなと思った方はね、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもいただけるとね、いろいろアドバイスね、嬉しいです。はい。それではまた、バイバイ。Please subscribe.